よし、続けていきます。第140話、翌日アポストロフィークアドラブル。敵の進化戦だ。奴らは海生物エヌギスを転送し始めた。巨大な海生物は奴らの切り札と言い訳だ。ずうずうしい不法侵入者どもめ、目に物を見せてやる。はい、クアドラブル覚えました。トリプルの次らしいです。ここではクアトロって言ったっけ。はい、でようやくたどり着けましたね、翌日の144のやつ。うん、で結局こことかクリアしてもなんかあんまり影響なかったですね。うん、まあ楽しいマップでしたと。まあ、前回ほんと気持ちよかったね、スプライトフォール3種類しっかり使ってうまくクリアできたやつ。まあ、過去もそう、ああいうビルの隙間に来たやつに刺さっとったもんで、あれが正しい使い方なんかね、スプライトフォール。はい、というわけでフェンサーでいきます。エルギヌスが出てくるってことで、過去あのねウィングダイバーでやったところ、どこだっけ、マジ大変やったしな。ここか、最後エヌギヌスだけ残ってて怠慢するやつ、あれマジでちょっと骨折れたので、今回は縦フェンサーでなんとかしようかなと。ラインナップはさほどかな。ブラストフォールはあそこで使ったか、過去の方であの未来から来る戦団が出てきたところ、あそここれ大活躍してくれました。もう一発えらいことになってますね。初段が 1629.6 で、2発目が 3259.2 えらいことになってます。で、盾も両方とも盾持って、これは今いつも使ってるですね、一発2520のガリア重キャノン砲で、盾強化するやつ持って、あ、これ最近出たやつだ、レックスケルトン、歩行速度 200% 倍になって、装備治療の移動影響、ま、あれか、なんせ軽くなってるでしょ説明できませんでした。いきましょう。まあ盾しっかり構えてぶち込もう、ぶち込んでけばエルギヌスぐらいなんてことないと思うけど、なんでアーケレス来てくれても問題ないんじゃない。行くぞ。スプリガンと対応敬語グリブリーパーじゃない、グリブリーパーだ。はい、あ、グーソン、もうストームチームしっかり揃ってる。行こう。あ、やっぱすごいわ、倍ってすごいわ。うんうんうん、バルガもおる。え、これもだいぶ楽勝やん。誰だ、バルガのやつか。ちゃん、あ、スライサーか。ちょっと、しっかり構えて、いや踏みつぶしてもいいよこの装備なら。いや、このスピードでガンガン入れるぞ。ええ、え俺こっちっすか。エルギリス装備で来てんですけど、なんだ結局こっち。いや、すごい、レンジャーぐらいあるかも、ここの移動。すごいすごいすごい。敵戦の弱点は正面です。はい。正面のハッチが開くのを待って。あ、いたいたいた。光っている部分を攻撃してください。2回殴ればいくんじゃない？はい。3回か。3回パターン。え、早っ。ちょっとちょっとちょっと。いやでも一番いかついやつがそんなあっさり倒れるマップってさ、絶対難しいから、ちょっとこれをしっかり減らす。てか今どういう状況になってんの。あ、いたいたいた、そっか、バルがいてるから雑魚相手にも助かるってこと。あれ届いてない、これ届いてない。あれだ、ありた、これは当たるか。アリさん邪魔、すぐ閉まるな今回。そう、どっかどっか関係ない。結構あれね、まだ5機ぐらい見える。ザッカーはほっといても良さそう。でこれ
これさっきやってなかったっけ。いた、これアイトル、これアイトル、またまた、いける、いけますか。でもザコすごい減ってる。はい、あと3機ぐらいか。蜂がもう、あーこいつか、盾しっかり構えるって話か。あ、行ってくれ、あ、行ってくれ、邪魔、いろいろ邪魔、すごい邪魔、すごい邪魔。この直線上に3体ぐらいおる。でも当たってる、貫通やからか。あ、じゃあリード中か。嫌な位置にいますね。ちょっと前行こう。スーパーもおるね。はい、じゃあバルガよろしく。なんか俺の方向いた気がするんやけど、俺の方向いた気がするんやけど、こんな縦かお前だから。え、こんな楽勝でいいん、あのスーパー、あのスーパーアンドロイドがもうだいぶ楽勝。人も全開、アイタンで撃つ、もう落ちるねこれ。はい、次前出て、いやもうなんか縦状態もなんか違和感なくなってきたな。昔はもういかに指を使うかっていう編成やったけど、嫌な角度やな、薄いな。いけるか、当たった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 、すごい薄い角度、サッカーならすごい称賛してくれる角度。全部いった、まだおる、まだおるか、さすがに、さすがに無線入るよな、鬱陶しいな。なんかおる、なんかおる、すごいグリムリーパーやつ、あんた高く飛ぶの。あ、まだおるか、これ倒せ、あれクイーンか、あのデカさ、クイーンやな、クイーンおる。あー、めんどくせー、ただガリア銃あれば、アウトじゃ見えん。最近俺の視界を奪う戦略が流行っとるな。あーここ、あーなんか味方、え、あーバルカさんお疲れ様です。これはきつい、男子多い。いや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 、あ、いや、ちょっとすっげえ食らってる、すっげえ食らってる。ちょ、待って待って、待って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 、やべ、味方かなりいった。あ、大丈夫です、この逃げ方良くない。ああやばい、引っかかる。あ、もうさ、いや、あと一機落とせば、あと一機落とせば、じゃ背中まずい、これはまずい逃げ方、しっかり正面捉えて。ちょちょちょ、キクロさんじゃないですか。ちょ、なんで前行く。あー、全部行ったか。あ、なんで前行く。またスティックおかしくなってきとるかな。ちょっと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 、バルがどこ、ここになんかある、背中、あ、でかいね。いや、とりあえず、あー、ちょっとよくない。いや、え、なんで横から食らった、すっげー食らった。あ、嘘、背中か。よし、全部輸送船やったけど味方がもうおらん。だいぶ頑張っとるな。で、なんかダン・ショーイって方が乗ってるみたいですね。なんか有能なオペレーター、あ、違うって、え、オペレーターなのか、パイロットか、そうやな。ガンダムでもパイロットって言うしね。あー、てか何、太鼓と総長強えんやけど、うん、あのなりで普通にただ普通に生きとる。でもう一人来てるのはスプリガンの隊長っすね、多分。
いやだいぶ激戦だったな。俺のやり方が下手くそだっただけあるかな。しっかりブルを狙う。あっち向くな。もう後ろか。誰だお前か。高機動型。はい、でキクロプスやれれば。めっちゃ後ろに張り付いとるな。やっぱ眩しい眩しい眩しい眩しすぎる。お前もおるんかい。これなんか一瞬足だよ、スーパー。はい、あ、キクロさん行った。で、またスーパー俺だ。お前は超細かと。さあ、タイマン、いい加減終わりか。大変やった。いや、どうだろうな。ちょっと強引に行き過ぎた気もするけど。あ、味方復活した。これは勝ちパターンか。もう事故は起こらない。今度こそリングを破壊する。てかメタ的にもうこのまま行くやろな。そう甘くないって思ってしまうんやけど。